この2つ買う。で、あれはなんか、アンチョビのアップ。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、じゃあなんかガラッと変わったけど、あの動画外で、ここの木めっちゃ邪魔やなと思って、木を切り倒して、で、まあちゃんと囲うように左右対称に柵をして、で、ここにあった木を果物の木に変えようと思って、で、私の村はちょっと、このね、特産品がリンゴなんやけど、まあちょっと自分の家だけ今ちょっとサクランボの木を植えました。ちょっと果物の中でサクランボ一番可愛いかなと思って。で、結構いろいろ変えたんやけど、ここの浜辺に置いてあった、あの、バーベキューセットみたいなやつ。あれはね、ご制約済みになっている。何誰が来るの？あー。何誰？桜島様ご新居建設予定地、たぬきかえ、桜島ってさ、あれじゃない？アリクイみたいなやつじゃなかったっけ？なるほどね。まあ、でもあの子は見た目的には可愛いかな。はい、なんでしょう。要はあゆな。どうだ、あいな。トタキキャライブの手伝いと筋トレは順調にいってるか？筋トレはまあしてないけど。おお、そうだ。今ちょうどいいものがあるから、これもお前にやるよ。なになに？飾れば島おこしになるし、持ち運ぶ筋トレになる。万能マウンテンバイクだぞ。あ、いい。そういうのね、家の外に止めれるのいいよね。お前の目的に応じて好きに使ってくれ、でさえ。どうしよう、公園のとことかにしよっかな。でもなんか、住民の家の前とかでもいい気がするんよね。シャンクー、お久々。いらっしゃい。ゆっくり見てってくれよ。今私超浮かれた格好をしたんよね。この靴下可愛くない？キッズソックス。フェイクファーバック、フェイクファーバックとか絶対可愛いやつ。現実の私が好きそうなやつ。これ何？エコバッグ？エコバッグではないんか。え、これも可愛い。ミニレザーバッグ。バッグかわいいなバッグめっちゃかわいいなちょ、この二つ買っとこう、私。え、で、多分バッグもさ、壁に飾れたりとかするやろ。なんかそういうおしゃれな幅広がっとるのいいよね。この二つ買う。で、あれはなんか、アンチョビのアップ。あのなんかメランジソックスみたいなやつ。スパンコールレギンス。これもなんかかわいい。どうしよう。かわいい、買う。買っちゃいます。今の靴下も結構気に入ったんやけどね。普通のやつよね、多分あれ。なんかちょっとピンク、くすみピンクみたいな感じ。ありがとうよ。ありがとう、こちらこそ。んで、どうしよっかな。くるぶしの家の前とかにしとこっか。でもなんか家的にやばんねよね。なんか和風な感じやん、家。キャラクターはなんかね、筋肉マンっていう感じのキャラクターなんやけど、ちょっと家が和風な感じやけん。じゃ、もっと似合いそうな感じの。マウンテンバイクってどういう感じ？見た目。より一層色的にくるぶしではないな。どうしよう。家的に、ハンナちゃんとかにする？ハンナちゃん似合いそうじゃない？ちょ、この辺止めとこうや。ちょいと待ってね。違う。こんな感じで、もうちょいこっちかな。こっ。どう？よくない？よくない？普通に。よき。満足。びっくりした。雑草が生えてると思ったのに全然違った。あ、そう、あと、で、あれなんよ。浜辺に置いてあったバーベキューセット。あれはね、ちょっとこっちに移したんよね。違う。釣りじゃなくて。はぁ。あ、ちなみに温泉も動かしたんやけど。これ。やっぱキャンプサイトにこういうのあった方がいいかなってことで、キャンプサイト前にキャンプファイヤーとバーベキューセット、そして飯盒を移動して、で、まあ、キャンプ、ちょっと離れたところに、ちょっと離れたちょっと木の生い茂ったところあたりに、まあ、温泉を置いて、で、石の水受け。
かっこ桜を置いた。まあ、桜散った後に桜の花びらが浮かんどるのも、なんていうかっていう感じではあるけど。お、新たなレシピか。これを拾ったラッキーなやつで、部屋を大掃除してたら俺が昔考えた DIY のレシピを見つけちまったな。せっかくだからこの瓶を拾ったおめえに作り方を教えてやるよ。ちなみに不器用でも大丈夫だ。匠の技を持つダルマンより。おお、ダルマン。座布団の山？なるほど。和風な感じやね。座布団の山のレシピを覚えた。さあ、それじゃあちょっと。たぬき開発マルチメディアターマーズタヌポートでございます。さあ、1日1回のタヌポートへのアクセス特典マイル、7日以上連続ボーナス300マイル。これ最高で300マイルまでしか行かんのやねん。東京のやつは？たぬきショッピング。雑誌。動物の、あ、動物の森のスイッチやって、高っ。え、現実並みの値段線え、高っ。マジで？え、こういうのもあるんや。もうちょっとお金貯めてからにしよっかな。いや、でも、今回ね、何？動画外で貯めたお金、え、3万ぐらいなかったっけな。わからん、買おう。オーダーする。ふぅ、でかい買い物をしたぜ。でかい買い物をしたぜ。ケケチャイナ。ちょっとね、なんか、ランマっぽさがあるんよね、ケケチャイナ。ちょっと待って、お金も引き出しとこうかな。いや、まあ、いっか、とりあえず。たぬきマイル交換。さあ、これで、ポケット整頓テクニック。どうしよっかな。もうなんかイースター終わったし、しばらくしたらレンガの壁に変えようかなとも思うんやけど、かわいいよね、これ。まあ、まだ今はいいかな。今とりあえずいいかな。じゃあ次は、自販機。自販機をこの広場の周りのところに置こうかなと思って。よし、置こう。自販機は2000マイルになります。交換いたしますか？交換します。商品の交換を受け付けました。商品は郵送でご自宅へお届けします。他はとりあえず、また、マイル旅行券をゲットして、で、あそこはもう桜島が住むっていうことが決まったけん、ちょっと他の他に住民を、桜島見た目的には、不満はないはず。来てみんとちょっとまた勘違いかもしれんけど。よし、ん、なんだ？違う違う。またしてもたまったね、何か。あ、マイルを使ってマイルをゲット。200×2。ちょっとまた動かそうとした。土地を、家を作る土地を作りたいんだけど。アイナさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だの？インフラ整備の相談。インフラ整備の相談だろもね。今ならこういう相談乗れるけど、具体的には何をご希望だろも？土地を売り出す。新しい住宅用の売り土地を探してきてくれるんだもんね。手数料で1万ベルいただく代わりに、引っ越しが決まれば契約のお礼として、マイルを付与させていただいてるけど、どうだろも？売り土地を探してきてくれるだもん。探してきます。はいはい。ではまず手数料の1万ベルをお預かりします。あ、やっぱりお金引き出しとかんといかんかな。お、ハウジングキットありがとう。で、この辺に家建てよう。建つかな。ハウジングキット。新しいお家の建設予定地ここにしようかな。想像してみる。まあ、ここの木は切るとして。いや、ここに決めようじゃあ。オッケー。イエーイ。お家を建てる場所を決めた。新しい出会いの予感。雪かな。で、これちょっと切り倒そう。は。はい、オッケー。で、これのけといて。よいしょ。こっち側も結構いい感じかな、家。こういう感じで、3軒あります。いいバランスじゃない？なんとなく。
ス新しく建てたけん、これでまたね新住民を呼び込まなければ。出発。ここは新しい島？さあ到着しました。今回のターゲットはこの島です。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合にはいつでも声をかけてくださいね。グッドラック。なんかすぐのところに滝があるんやね。てか島に来たら晴れ渡っとんやね、なんかめっちゃ晴れ渡っとるやん。雨降りよるんかと思ったのに。ハムスターキーや。誰？ん？なんかちょっとキリッとした感じかな。向こう側行こう。一旦登っていかんといかんのかな。よいしょー。女の子。女の子や。まつげがパッチリ。どうも。シャンティ。あら、はじめまして。あなたもよその島から来た人かしら。こんなところで出会うなんて奇遇だね。私、シャンティっていうの。あなたはアイナ島のアイナさんね。なんだかあなたとは仲良くなれそうな気がするわ。少しの間だけど、よろしくね、だってば。ギャルみたいやね、なんか。なんかめっちゃギャルみたいやね。どうしよっかなぁ。勧誘しよっかなぁ。どうやろう。よし、誘ってみよう。こういう島でのんびりしてると慌ただしい普段の生活に戻るのが嫌になってきちゃうわ。ああ、このままずっとこんなスローライフができれば幸せなのにね、だってば。なんかあれなんよね、なんやろ。この髪の毛の色とか、あと、この口紅がさ、ちょっと白っぽい感じとか、昔のギャルって感じじゃない？あの、ガングロギャルみたいな。うちの島に来てみない？え、本当に？あなたの島って確か、アイラ島だったかしら。まあ、アイラさんも一緒なら心強いし、快適な暮らしができそうね。私決めた。アイラ島に引っ越して新生活を始めることにするわ、だってば。よく言った。そうとなったら引っ越しの手続きをしなくっちゃ。どうしたら？そう、アイラ島の田中さんという方に連絡すればいいのね。今日はここに来て本当によかったわ。私たちの出会い、もしかしたら偶然じゃなかったかもしれないわね、だってば。いいね、いいね。だってばが口癖なのね。よし。ってことで、シャンティが島に来てくれるのをちょっと私は楽しみに待とうと思うよ。シャンティ来るの楽しみやな。どういう感じの家具かな。なんか外に置く家具とかもさ、キャラクターごとに変えていきたいなってめっちゃ思うよね。あ、そしてなんか、アンチョビの家やったかな。あの、柵が繋がってないんやけど、このイースターの柵みたいに、柵をちゃんと綺麗に繋ぐって置くことができるみたいなの聞いたけん、ちょっとしたい。まあね、こっちがこんな綺麗に、ね、カーブ描いてなるんやったら、こっちもなるよね、きっと。この間に建てればいいんかな。柵。素朴な木製の柵。どう建てるんだ？ここか？立てれねえ。こっちか。あ、なった！ちゃんとなった！綺麗！嬉しい。おー、いいね、いいね。で、こっちも？こっちからかな。立てれねえ。あ、これで。で、こっち側も、ここはできんのかな？このギリギリの部分は。もうこれ以上前に行けんしね。まあ、でもこれで、十分。綺麗綺麗、よかった。ちゃんとできた。できたよ。あ、てか思ったんやけど、こういう感じのところってことは、うん。この鳥の巣？こっちよりもさ、あっちの方が似合わん。こっちちょっとオシャレな感じにしたいやん。こっち、この辺に鳥の巣。どこ行った？これか？巣箱。絶対こっちの方が似合うと思うよね。だってここアンチョビやしさ。よいしょ。こんな感じで置いとこう。よし。ってことで、あれやね。
さくらんぼの木が育つのが楽しみ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。これは二人同時には新しい住人は来んのかな。多分次の日には桜島が来ると思うんやけど、シャンティはまたその次とかかな。とりあえずどんどん住人を増やしていくことによっても星の数、島の評価上がると思うけん、増やしていきたいなと思います。